去年もね、冷感シャツと同じような組み合わせで長袖と半袖着て立山の方までちょっとね走ったんですけど、そん時はもう水浴びながら高速乗ってましたね。まだまだいくよ。とにかく暑くてね、なんかサウナの中走ってるような感じでしたけど、今日はやっぱ山は涼しいね。もうこの雨さえなけりゃ最高なんですけどね。あー、つるっときそう。やだなー。お、清流が。うわー、すげー滑るよ。減速帯が。やばいな、これ。あ、水がね、すごい流れてる。あ、これ、いろは坂だよ。全然スピード出せない。あ、もう川みたいになってる、これ。あ、やばいね。中禅寺湖に着きました。お、道の駅。ちょっと道の駅入ってみようか。路面がウェットだからね、すごいちょっとね気使って走るんで疲れますね。ツーリングタイヤだったらね結構普通に走っちゃうんですけど、ちょっとハイグリップタイヤね、どういう挙動するか分かんないんで、ちょっとドリンクいただいて一泊して出ましょう。道の駅って書いてあったんで入ったんですけど閉まってました。そう、あとなぜ長袖かというと、もちろんその日焼けもあるんですけど、結構ね虫が飛んでくるんですよね。で、意外とね、もうなんか 2,3 センチぐらいのね虫でもバイクとかで走ってると結構ね当たるとなかなかな衝撃なんで痛いんですよね。なのでね、長袖の方がいいと思います。僕はよくね一緒にお仕事をしてるディレクターさんがアメリカにねいた時にね、結構バイクで移動することが多かったんですって。砂漠地帯をもうずっと何百キロと移動するらしいんですけど、夏場なんかね、カブトムシみたいなのとかね、結構体に当たって、で、ディレクターさん、なんかレザーのジャケット着て移動してたみたいなんですけど、もうね、レザージャケット着てても、結構な衝撃だったみたいで、なるべくね、重装備できるなら、重装備をしたことはないですね。おぉ、大自然って感じですね。ちょっと北海道みたい。奥の方行くと温泉ありそうですよね。温泉入ろう。温泉を探して温泉に入ります。あ、なんか硫黄の匂いが。あ、すごいね、湯気が立ってましたね。はい、というわけでちょっと温泉を浴びてきました。この硫黄の温泉ですね。なんか温泉するとそのイメージなんだよな。でもナビを頼りに宇都宮の方に出ましょう。ほら、これ右方向です。源泉がさ、南東に進みます。すごいでしょ、煙が。およそ400メートル先、右方向です。もう帰ったら洗車っすね。多分うちの方とかは晴れてるはずなんで洗車しましょう。ベンチレーション開けてるんだけど結構シールドがね曇るんですね。チンガードっていうのを今日装着してて、それでちょっとこもっちゃうのかな。ここはもう飯屋とかやってないかな。ちょっと行ってみましょうか。さあ、飯でも食えればちょっと食っていきましょう。これ昔来たことあるな。ちょっと飯を食って帰りましょう。
スの塩焼き、昔管理釣り場に行って、そこのレギュレーションには触れないフェザーがついたルアー使ったらアホみたいに釣れちゃって、釣れたやつ全部持ち帰っちゃって大変なことになったんですよね。ちょっと小型のねトップウォーターでマス釣りやってみたいですね。最近なんか小型のねルアーバンバン投げれるリールとかね流行ってるみたいなんで、ベイトリールでちっちゃいの投げて遊ぶみたいな。でなんかあと左巻きのリールが流行ってるね。僕始めた時になんかもうスピニングをずっと左で、子供の頃とかなんか巻いてたから左で巻く癖がついちゃってて、ベイトリールもね左巻きしか使えなくて、で結構マニアックなバース釣りをやってて、もうなんか古めかしいグラスロッドにオールドのアブガルシアのリールにハンドルもちょっと古いやつみたいなね、ちょっと変わった道具のねバス釣りで、ルアーも沈まないルアーのみっていうのやってて、アブガルシアのちょっとヴィンテージっぽいリールで左巻きってほとんどなくて、アブの5000の左巻きが5001っていうのがあって、それとね、それちょっとまあでかかないんですけど、みんなそれでやってたんで、ちょっとね手首疲れるんで2601っていうのがあったんですよ。それがすごく良くてね、でその後なんか2501とか出たんですよね。2601のさらになんか改良版とか。でもその頃ちょっとねなかなか釣りとかも行ってらんないような感じで忙しくて、もうずっとツアーとかしてたんで全然ね買わなかったんですけど、今すごいプレミアついてるみたいですね。でここに来てその小型のルアーで、あのトラウトマスとかを釣るのに軽量なスプーンも 5g 以下とかをベイトリールで投げるみたいなのが流行ってるみたいで、でなんか左巻きがなんか流行ってるんですって。さらにでそれで左巻きの軽量なの投げられるやつで、ちょっとオールドっぽいやつ、イスズリールっていうのが出してたんですけどね、なんかそれも全然今買えないし、どうしたもんかなっていうね。そういえばシマノのカルカッタコンクエスト DC ってちょっと丸型のベイト、あれちっちゃいのありますよね。オールドっぽいタックルにはねなんか似合わなそうっすけどね、やっぱアブガルシア使いたいですけどね。まあまあ楽しめればって感じで、最近ちょっとカルカッタの DC 中にね電子基板が入っていて、まあちょっと飛び方とかを制御してくれる。釣り行くかな、なかなかね5、6万するんでね、なかなかすごい行くならバンバン買っちゃうんですけど、行くかな。結構ね、釣りとか湖の中ボートで入ってたりして、こう遠くの方見たり緑色のねこういうのね見たりするんで、なんか目にはいいって言いますよね。さっきの湯葉うまかったな。あとなんか豆腐っぽいやつ、豆腐ではないなので、もっとなんかね成分が濃い、なんだろう、お餅と豆腐の間みたいな、あれうまかったっすね。わさびと醤油で、なかなか栃木県ならでは。最近バイクで走ると雨降るな、やっぱりしょうがないですけどね。もう雨の日はね乗らないようにしてるんですけど、最近今年は雨の中走る率が高い。あ、このね減速帯入ってるとこがつるっと行くのよ、これやだな。お、やっと抜けたよ峠道。この辺はもう路面ね乾いてて道も広いしすげえいいっす。そして日が落ちる前、気温もねいい感じで走りやすくて気持ちいいっすね。
まだまだ、もう少し頑張れ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。